ているネズミ生き餌とは、生きた、小動物を加工せずに餌にすることを指す。生餌、生きか活餌とも書かれる。釣りの際、魚が野生状態で食べているものを餌にすることで、いわば釣りの基礎である。釣りの対象になる魚介類の好むものすべてが、餌と呼べるが、当然餌の種類も多種になる。小動物が選ばれることが多い。 それも、棘や殻のないものが食べやすいから、裸の柔らかい小動物、例えばミミズや誤解などが餌に選ばれることが多い。他にウジムシをおガくずにまぶして販売されていることも、ある。自分で掘って探してもよいが、釣り具店では、生き絵も販売されている。これを針に通すようにつける。針が、餌の体から見えない方がよいが、方法は様々である。海の場合、 小エビや小魚を釣りへとする例も多い。他に、湯虫等も地方によっては使われる。渓流では、カワムシが最も生きへの対象となる。しかし、ヤマメ、イワナ、オイカワ、カワムツなど、比較的多くのカワウオはカキには水面に落下した昆虫を食べることも多いため、アリやバッタなどの陸生昆虫を餌にすることもできる。肉食魚などの飼育には、 異形が用いられることもある。この場合は、メダカ、ワキンなどの安価な魚や、コオロギやミルワームなどの昆虫、エビやザリガニ、カエルなどが使われる。ありがとうございます。